今回は、ナと主殿だけでなく、たくさんの方々が協力してくださいました。なんだか賑やかで楽しいですね、主殿ごっくり。主殿と一緒にこなしてきた任務も、ついに佳境へと差し掛かりつつありますね。絆もみんなに負けないよう頑張ります に、伊豆名がお席をご用意しました。あ、お待ちしておりました。主殿、伊豆名は準備できております。どうぞご用命を。海の家が今回の拠点、拠点と聞くと、なんだか忍者っぽいですね。 海の家はいろんな料理がいっぱいですね。主殿はどんなものが好きですかかき氷たこ焼きイズナは、主殿と一緒なら何でも美味しいですどんな危険や苦難に直面しても真正面から立ち向かうあの姿。もしかして、静子殿は忍者なのでは 何でもご用命ください。忍者のようにさささっと解決してみせましょう。この夏はすごいことがたくさんでした。もう絆の目は回ってしまいそうなほどで。絆は毎日とっても楽しかったです。えへへ。ありがとうございました。